こんにちは、クラシルシェフのジェイミーです。料理人ジョージロー直伝、つなぎを使わない簡単ガレットの作り方をご紹介します。まずは皮を剥いたじゃがいもをスライスします。続いて千切りにし、塩コショウをして軽く揉みます。少し置くとじゃがいもから水分が出てくるので、しっかり絞って水気を切りましょう。フライパンを熱し、オリーブオイルを引きます。じゃがいもの半量を隙間がないように敷き詰めます。隙間があるとガレットがしっかりつながらないのでご注意を。その上にスライスチーズ、残りのじゃがいもを乗せ、蓋をして弱火で4分ほど焼きます。両面に焼き色がつくまで何度かひっくり返します。仕上げにバターを入れたら出来上がり。作り方の詳細はコメント欄からご覧ください。ぜひお試しあれ。